切り込み隊長カオリンゴが行く、パチ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 。皆さんこんばんは、エリム広報カオリンゴです。ということでですね、今日はこの方と一緒にやってきました、ブッチー。はい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 、こんばんはじゃないよ一瞬ブッチーがいるということで、今日はですね、なんとここにやってきましたよ皆様。こちらです、じゃーん、アークシステムワークスさんに来ております。あの現在ブレフロとコラボしてもらっているギルティギアイグザードレブ2のポスターもありまして、こちらです、はい、今回あのコラボさせていただいたということで、おなじみのアークシステムワークスさんへの企業訪問の撮影しにやってまいりました。よろしくお願いいたします。今回ご案内していただける方はこちらの方、アークシステムワークス広報の佐藤さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。アークシステムワークスの佐藤と申します。本日は私がご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で早速このエントランスちょっと拝見させていただきたいなと思うんですけれども、そちら、はい、ブチブチ、これありますよブチ。あ、リンゴが、こういう女の子は、いいと思うよそしてそのお隣、これすごいですね、なんかいろんなキャラが混ざってる。そうですね、うちの社員が作ったものを混ざってるんですけど、すごい。じゃあ手作りのものもあるということですよね。基本的には全部手作り。すごい、手作り、はい、これすごいですね。バースデーザビリングというゲームのメインビジュアルで今回粘土を起用したんですけれども、はい、全部手作りで恐竜だったりいろんな生物を制作したんですが、うちの社員が面白がってどんどん派生させていくっていうこれいいですね、これお気に入り、これこの上に存在しない人がいるわけですよね。人生の負担もいたりします。フィギュアもすごいですね。はい、あります。プッチ、おすすめはありますか？そうね、やっぱソルバットがいいじゃないですか、このカラーベースのやつ。来ました、今回のねあのコラボにも登場してますもんね。その通り、多分いろんなカラーのやつ作られてるんですね。そうですね、基本のキャラのキャラの色ももちろんなんですけれども、やはりうちのキャラクターの色が変えられるのがやっぱり特徴的なので、はい、それで、あの人気多いのを結構フィギュアにしたりしてます、ね、こちらもね、グッズが、フィギュアに続いてぬいぐるみだったり、かわいいですね、これ書き下ろしですかね、格闘士に、はい、かわいい。ギルティギアキャラクターで、あ、後ろにキスクも隠れてます。あれ、ちゃんと最初はキスケって言ってました。一番下は何ですか？お酒ですか？以前販売した、すごい、保存用で取ってあります。お酒ですって、いいですね。あ、これな、中身も、中身も本物のお酒。あ、自分たちで味を考えられたんですか？味もそうですね、見てたはずです。見たはずです。すごい、ありがとうございます。はい、はい、続いては会議室へご案内していただけるそうなんですけれども、ちょっともうちらちら見えていまして、私中へ入ってもよろしいでしょうか？はい、どうぞ。展示してみます。素敵、はい、というか皆さんめちゃくちゃうまい。
ね飾るという、うん、スタッフさんの思いがこれ来た方びっくりされました何ですかこれははい、続いてまた新しいところにご案内していただきました。琴、はい、さん、こちらは何でしょうか。1階のラウンジになります。ラウンジ、ラウンジでございます。行ってみましょうすごい広い広い側転できますよこれ見てくださいの奥のお酒ですよここでお昼をって言われてましたけどまさかお昼から夜に月に1回お誕生日会え、そうなんです。その月の方々をお祝いするのですね、はい、そうですね。わあ、誕生日会ですって。うちの代表誕生日会大嫌いで誕生日会はやらんって言ってました。ジョニーさん、はい、どうですか。いやー、これを生で見れる人間がこの世にどれだけいるのかっていう感じです素晴らしいですね。こちらじゃあちょっと少しだけ絵の説明、こちらは原画です。そうですね、原画ですね。前のずっと今でも描かれてるんですね。そうですね、素晴らしい。シンガルさんは我々もサインをいただきますけど、はい、なんかここすごい一体隠されてるみたいなんですけど、はい、何ですかここは。ここいつもうちの生放送番組アーク生をしてるところなんですけれども、おー、はい、ぜひ、はい、えちょっと加藤さん、はい、アークに入りたいんですけどどうやったら入れますかね。絶賛スタッフ募集中なん で、 あ、本当ですか。ホームページ行ってけよ。あ、お疲れ様です。ちょっと何してるんですか。え、しかも今入ろうとしてたでしょあ、何かどう思いますかこの二人。加藤さんダメですよ、絶賛募集中じゃないですよ。いや、特にデザイナー募集中なんでデザイナー、はい、ご応募いただければ。ちなみにプロモーションは募集されてますか。お久しぶりです。はい、お久しぶりですアークシステムアークスの方のアキラです。お久しぶりです、よろしくお願いします。先日はニコ生ありがとうございました。本当ありがとうございました。いや、楽しく桜満開の放送に、はい、桜満開めでたい感じで。どう何してるんですかお二人とも。そんななんか、いや、普通に就職するつもりでいるしてたんですけど、うん、さあ対戦しよう。お、しました。対戦、もう対戦したくてしたくてしょうがない感じですよそんな空気を感じてました。はい、はい、実はまあそうだろうなと思ってもうスタンバっております。じゃあもう早速見ていきましょうか。お、ちょうどオープニングが終わったところですね。はい、というわけで、5月25日発売した、はい、もうこれ多分放送されてる時は発売後のはずなんですけど、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、最新作ギルティーエグザードデブ2ですね。はい、こちら使ってもう早速じゃあ入っていきましょう。はい、じゃあもう早速ちょっといろいろモード紹介したところもあるんですが、はい、終わらないので、はい、はい、まあ、とは言ったなんですけど、この作品 の、 いろんなモード、はい、まあ、ほぼ全部のモードとかを説明している動画っていうものを、はい、まあ、今現在ニコニコ動画さんとか YouTube さんとかにアップしてるんで、よければちょっとそちらの方をご覧いただければと思います。はい、はい、じゃあ行きましょうか。行きましょうか。はい、正に、いつもアーケードスティックで操作されてるんですか。家では本当にコントローラーですね。パッドの方、プレステーションコントローラーの方。そうですね。ああ、なるほど。実は家にレボーなくてですね。あ、そういう、なるほどなるほどなるほど。ちなみにどっちでも、あ、どちらも大丈夫です。同じくらい動けるんで大丈夫です。まあ、一応アーケードスティック2つ用意させていただきましたが、はいはい、これ新しいやつですよね。新しいやつです。レブ2でございます。ベッジさん買ったらこれもらえるって。え、マジで初めて聞いたの、そんなの。まあ、こちらのこれトーナメントエディション2なんですけども、はい、まあ、こちらを今ご購入いただくと、まあ、こちらがついてきます。はい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 、いいですね。でも今日勝てばもらえるんですよそうか、今日は特にそういうのないと思ってたんですけど発生してしまったんで、発生、負けるとじゃあマーケに怒られそうだから。じゃあ
まあまあ前回と同じでポチョムキンでおうかな。ポチョムキン、はい、ともなれば前回負けちゃったやっぱりアクセルロー。リベンジマッチ、リベンジマッチカラー、あ、ありますよね、いいカラはい、よろしくお願いします。妙な緊張感太鼓、太鼓持ってきた。うるさい。なんか、アクナマとかやなんかみんなでとりあえず音鳴るやつ。はい、鳴らしまくるんですよ。グセアとかあるかもらえるじゃん。今そういう、そういうの大事じゃない。真面目になってる、真面目に。よし。岩渕さん、はい、いけますよ。え？いいっす、返事はしなくて無理に返事しなくて。なんだって大丈夫です、応援してるだけですから。いいよ。あ、よし、使ってる。グイッて減らされましたからね。あ、ポチムキンバスターにね。そうなんです、あ、ポチムキンバスターあの、高井さんがタワーブリッジ気をつけてくださいタワーブリッジではないです。いいよ。いいよ。おぶつめ。あー、今日の方が早いが。あー、大丈夫。最後、おお、いいよ。カイラギ。ロケチーズ。あー、ちょっと。わー。こんな格ゲーの応援見たことない。どんどんパフパフみたいな。普通に真面目に対して見ちゃいますね。真面目にポチョムキンと戦ってるブッチーさん。もうちょっと苦手なんだよな、そもそも。やっぱり苦手とかあるんですね、まあ、キャラクター同士の得意不得意の組み合わせもありますし、なんか見てから動いてるんだよ、やめてまああとは自分個人として得意なキャラ。あーやばい、画面端はやばい。あーやばい、出てる、やばいやばい。おお、初めて見た。戻るの。受けにあった。いや、まだ当たらない。よ、いい差し返し。どうですか、ジョニーさん、これは。いやー、いけそうですね。ゲージもまだあるので、ただポチムキン側もゲージがあるので、ちょっと分からないところではありますが。うわー、4万球は危ない。やばい、今のは危なかった。待ってる時に手が、見てください、煽ってますね。すごいですよ、もうあれ、ほら、これこれ。おー、わー、やばせたー。これあと30回くらい必要だな。時間が良ければ何回でも大丈夫ですけど。やったー、僕らは大丈夫。マーケに怒られてる。敗北の敗北の打ち打ち。いやー、力の差は歴然だな。残念。また今度別の機会はなんかいろんなキャラ使って対戦とか、はい、そうですね、ぜひともやりたいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではありがとうございました。最後に告知、もし何かあればお願いいたします。はい、というわけで改めまして皆さん、今日はありがとうございました。まあ告知というかですね、まあ、こちらの映像が出るのが5月、まあもうおそらく発売日を過ぎてからということで、こちらギルティギアエグザドレブ2最新作発売中でございます。なのでぜひこちらね、あのプレイステーション4のパッケージは4800円と求めやすいお価格になっておりますので、ぜひこちらご購入いただければと思います。で、
まあ、こうやってギルティの宣伝を今回はさせていただいたんですけど、なんとありがたいことにギルティ以外のゲームも宣伝してもいいですよというふうに言われたんで、せっかくなんでちょっと呼びました。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。じゃあ通りすがりの柏木小沢と申します、はい、あ、こんにちは。一応あのエイリムさんの配信中だから、ね、すいません、アクナマではない。アクナマじゃない。おところで、これ見てください。いいバッグ持ってるね。これおしゃれでしょ。このホープトートバッグ、現在アークシステムマックス公式通販にて好評発売中。これ持ってきましたよ。持ってきたね。いいでしょ。しれっと持ってきて。しれっと持ってきました。まあこれもあるんだよ。しれっとちゃんと BB と GG と柄をね両方用意してるというこの手際の良さよ。手際の良さ。さらにこの中に何か入ってんの。おというわけで、ね、がっつり告知させていただきます、はい、というわけで弊社アークシステムワークスが送る 2D 対戦格闘ゲームの最高峰ブレイブルーシリーズの最新作ブレイブルーセントラルフィクション、現在好評発売中でございますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひこちらの方もギルティギアと合わせてお買い求めいただければなと思いますので、よろしくお願いします。まあ、今年の2017年7月に、はいはい、7月にブレイブルーセントラルフィクション とギルティギアエグザードレブ2が、うん、世界格闘ゲームの世界大会エボリューションがどちらも採用されておりますので、やった、まあ、なかなかあのブレフロの番組見てる方で、ね、よしじゃあラスベガス行って勝ってくるかっていう方は、まあ、どれぐらいかよく分かるんですけど、わかりませんが、まあ、配信とかもやるんで、ですね、はい、ぜひぜひね、あの興味持った方いらっしゃいましたらエボーとかで検索していただければ出てきますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。というわけで佐藤さんもお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。なんかね、今日はすごい普通に、はい、配信でながら喋ってた、はい、あ、そうなんですか。すげえ甘噛みでしたけどね。本番楽しみにしてます。放送楽しみにしてます。これあえてあんまり見ないようにしたはい、まあ、放送されてから考えようか、見ようかな。いやー楽しみだな。そう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 、絶対見ます。はい、というわけで、以上アークシステムワークスの告知となります。本日はまたお時間いただいてありがとうございました。はい、ということでアークシステムワークスの皆様ありがとうございました。ブレフローギルティコラボあと数日開催してますので、皆様ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。